昔々、ここから遠いある村に怠け者の女性が暮らしていました。この女性にはエミリーとエマという名前の二人の娘がいます。エマは面倒くさがり屋で特に取り柄もありません。一方エミリーはよく働き才能豊かな女の子でした。しかし母親は年下のエマを可愛がり甘やかせてばかりいました。そのため家の仕事はすべてエミリーがしていました。エミリー、掃除を終わらせて刺繍を売りに行くのよ。母親も妹も怠けてばかりだったので、エミリーはいつも一人で刺繍をしてそれを市場で売っていました。エミリーが家に戻ると母親は2人分の晩ご飯しか作っていません。エミリーが食べるのはいつも残り物だけです。そんなある日のこと、エミリーは井戸のそばで刺繍をしようと外に出ます。針を使って美しいクロスステッチを刺し始めます。するとその時、オンドリが頭に飛び乗り叫び出します。コケコーコー、コケコーコー。わあ、なんなの、頭から降りて。あ、刺繍が。深い井戸に刺繍を落としてしまい、エミリーは悲しみます。お母さんに知られたら怒られちゃうわ、どうしよう。コケコーコー。頭を使ってバケツを使う。頭とバケツ、頭とバケツ、コケコーコー。エミリーは鶏の言う通り井戸のバケツに手を伸ばします。バケツを掴もうとしたその時、エミリーはバランスを崩し井戸に真っ逆さまに落ちてしまいます。目を覚ますとそこは色とりどりの花に囲まれた美しい草原でした。なんて美しいのかしら、ここはどこ。草原を歩いていると目の前にウサギが現れます。手伝ってくれない、人参が取れないんだ。困った様子でそう話すウサギにエミリーは駆け寄ります。そしてウサギが欲しがっていた人参を地面から引っこ抜いてあげました。わーい、ありがとう。ウサギは嬉しそうに去っていきました。ねえ、お水をちょうだい、お水がないと枯れてしまうわ。今にも枯れてしまいそうなバラがエミリーに助けを求めています。エミリーは水道で水を汲みバラの根元に注いであげました。するとバラは息を吹き返し甘い香りを放ちます。ありがとう、おかげで元気になれたわ。エミリーはバラに別れを告げます。しばらく歩いていると目の前に家が現れ、その家の前では気難しそうで魔女のような女性がエミリーを見つめていました。エミリーはその不思議な女性を不気味に思い一目散に逃げ出します。怖がらなくてもいいのよ、話があるんじゃよ。エミリーは恐る恐る戻ってきました。私の名前はホレよ。この家の手伝いをしてくれるならここで暮らしても構わないのよ。あなたの仕事は私のベッドを羽で覆うこと。家に帰る方法がわからないの。あなたの手伝いをするわ。エミリーはホレおばさんの言う通り毎日家事をこなします。朝になると欠かさずベッドを鳥の羽で覆うことも忘れません。ホレおばさんは真面目に働くエミリーを愛し、いつもおいしい晩ご飯を作ってくれました。
そんな日が続いたある日のこと。幸せなエミリーでしたが、家を恋しく思うこともありました。ホレおばさん、あなたを愛しているわ。でもお家に帰りたいの。ああエミリー、ここで一緒に暮らしてくれてとても感謝しているわ。もちろん家に帰れるわ。案内してあげましょう。ああおばさん、ありがとう。ホレおばさんはエミリーを大きな金色の扉の前に案内しました。その扉から外に出ると、突然エミリーは美しい服と金に包まれます。一生懸命働いてくれたお礼じゃ。井戸に落としたこの刺繍も忘れるんじゃないよ。ああおばさん、ありがとう。あなたはとても優しい人ね。そしてホレおばさんはエミリーの目を手で覆います。そして3つ数えるように言います。1、2、3。エミリーが目を開けると家の前に戻ってきていました。コケコッコー、エミリーが金と一緒に戻ってきた。コケコッコー。エミリーを見た母親と妹は驚きを隠せません。ちょっと、その美しいドレスはどこで手に入れたの？エマ、黙りなさい。ああ、心配してたのよ、エミリー。教えておくれ。宝石はどこで手に入れたんだい？エミリーは自分の身に起きたことをすべて話します。母親と妹は自分たちも金が欲しいと考えます。そして母親は妹のエマを井戸に行かせます。エマは刺繍を井戸に投げ込みました。そしてその後を追って井戸に飛び込み、目を開くと美しい草原に横たわっていました。エマがしばらく歩いているとウサギに出会います。ウサギは人参を引っこ抜くのを手伝ってほしいと頼みます。いやよ、土まみれになるなんてごめんだわ。エマはウサギを助けずに立ち去りました。次に出会ったのは乾燥してしおれたバラです。バラはエマに助けを求めます。水なんてあげないわよ。あなたはトゲがあるし、手に刺さったら嫌だもの。エマはバラを助けずに立ち去りました。そしてついにホレおばさんの家にたどり着きます。あなたが働いてくれる人を探してるって聞いたの。仕事をくれない？ホレおばさんは家での仕事を説明します。毎朝私のベッドに羽を置くのよ。エマはうなずくと、1日目は上手に家事をこなし、ベッドに羽を並べます。しかし数日後には仕事を怠け始めます。家は日に日に汚くなっていきます。エマは羽を置くことさえもやめてしまいます。ホレおばさんは約束を守らないエマにとうとう堪忍袋の尾が切れます。そろそろ家に帰ってはどう？できるだけ早く金と宝石を手に入れたいと思っていたエマは、家に帰れると聞いて大喜びです。そうね、お土産を持って家に帰るわ。ホレおばさんはエマを金色の扉の前に連れて行きます。エマがその扉から外に出ると、突然泥が降ってきました。どうなってるの？何これ？真面目に仕事をしなかったので扉は金を降らせなかったのよ。3つ数えて家に帰りなさい。1、2、3。エマが目を開けると家の前に戻ってきていました。
それを見たニワトリが叫び出します。コケコッコー、エマが泥まみれで戻ってきた。コケコッコー。戻ってきたエマを見てエミリーと母親は驚きます。エマは泥だらけになったのも自分が仕事をちゃんとしなかったせいだから自業自得だと話しました。真面目に働くことの大切さを知ったエマはそれからというものエミリーと一緒に一生懸命働き刺繍も一緒にするようになりました。そして二人はその刺繍を売って末永く幸せに暮らしました。